T11-325号機、SL 大事号が見えてまいりました。 T11-325号機は予備機や通電運転用として真岡鉄道で活躍しておりましたが、2020年7月30日に東武鉄道が譲り受け、12月26日に営業運転が開始されました。これからは真岡鉄道の駅を受け継ぎ、SL 大事号として運行していきます。 T11-207号機ともどもよろしくお願いいたします。お待たせいたしました。SL 大事号の登場です。ここで一旦停止してから停車台に入線です。皆様、SL 大事号に手を振ってお出迎えお願いいたします。SL 大事号が電車内に入線しますと何度か汽笛が鳴ります。汽笛の世代をお楽しみください。なお、汽笛の音が大きいため小さいお子様が驚いてしまうことがあります。お子様の方は特にご注意してください。なお、汽笛が聞こえる距離は約3キロです。SL 大事号が皆様の正面に止まればラッキーですね。お好きな角度で写真撮影をお楽しみください。石炭はオーストラリア産を使用しています。お水はもちろん日光のおいしい水です。 SL 大事号には石炭は約3トン、水は約 7.5 トンまで積むことができます。風や雨、暑さ寒さに左右されることなく、お客様を安全に目的地までお連れしています。そんな時、機関さんたちに皆様が手を振っていただくと元気になれると言っていました。皆様手を振って元気を分けてあげてください。
目的は連結ライブです。これから SL 会場は立ち方で連結をします。その時に連結の合図を聞くことができます。 SL 会場後まもなく開店が終了いたします。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。これより16時43分発 SL 会場8号下島行きとして発車をいたします。下島行き鬼怒川温泉間 12.4 キロを駆け抜けております。SL 座席指定券まだ空きがございますので、お時間あるお客様ぜひご乗車ください。まもなく SL 会場の出発です。皆様手を振ってお見送りお願いいたします。本日ラストの運転頑張ってください。 SL 会場行ってらっしゃい。皆様手を振ってお見送りお願いいたします。SL 会場をご覧いただきありがとうございました。次回は SL 会場へのご乗車をお待ちしております。大丈夫なんですか？寒いから出さないと。